皆さんこんにちは、ドレスコードの袋です。僕は趣味でフィルムカメラで写真を撮るのが好きなんですけども、今日はその僕が使っているフィルムカメラ、こちら、ライカの M6TTL っていう、このフィルムカメラをご紹介したいと思います。おそらくみんなこのライカっていうブランドの名前は聞いたことあると思うんですけども、今回はこのライカっていうカメラの魅力だったりとか、実際このカメラで撮影した写真もご紹介したいと思うので、動画楽しんでください。はい、ということで今回はこのライカ M6TTL っていうフィルムカメラをご紹介していきたいと思うんですけども、まずはこのカメラを紹介する前にライカっていうこのカメラのブランドについて、結構歴史が古いのでこの動画では全部話せないんですけども、軽く簡単にご紹介したいなと思います。このライカっていうブランドなんですけども、ドイツにある会社でもう100年以上の歴史を持つブランドです。で、このライカのカメラが、今広く一般的に使われているカメラの礎というか元祖になったと言われていて、例えば今一般的なカメラに使われている 35mm 版っていうセンサーのサイズの規格があるんですけども、その 35mm 版のサイズの規格も元々は1914年にライカが作って採用したフレームのサイズなんですね。それが1914年から100年以上今のカメラにもずっと受け継がれているっていう風な形で、すごい今のカメラの歴史を作ったとも言われているブランドがライカっていうブランドになります。僕が使ってるのは M 型ライカって言われるライカの中でも最も主流なカメラのシリーズで、その中でもライカ M6TTL っていうようなモデルになります。ライカ M6TTL は1998年から2003年の間に発売されたフィルムカメラで、もう今から15年前ぐらいのモデルになります。15年っていうと結構古いなって感じがするんですけども、この M 型ライカの特徴が、本当に M 型初代って言われるライカの M3 っていうのが1954年に発売されてるんですけども、その1954年からほとんど主要な部分が変わらずに進化してきてるっていうのが特徴なんですね。おそらくそんなにライカに詳しくない人がこの1998年に発売されたライカの M6 と1954年に発売されたライカの M3 ってのをこう横に並べてみても、そんなになんか大きく違いが分かんないぐらい何十年も変わらないまま進化してきているってのがライカの M シリーズになります。それでは早速このライカ M6TTL の特徴だったりとか、僕がいいなと思ってる点をご紹介していきたいんですけども、まず一つはこの見た目ですね。もう僕も初め性能とかは全然分かんなかったんですけども、この見た目がかっこいいなと思ってまず興味を持ちました。このいかにもカメラっていう感じの形で、ただそんなにこういかつすぎなくて、首から下げててもおしゃれに使えそうだなと思ったのが一番の特徴ですね。後からご紹介するんですけども、 M 型ライカはレンジファインダーっていう構造を持ってるので、他の一眼レフのカメラと違ってファインダーに出っ張りがなくて、この全体が一体感があるというか四角くなってる、この見た目がすごくかっこよくて可愛いみたいな感じでいいなと僕は思いました。サイズ自体は結構ちっちゃめなんですけども、重さは結構ずっしりとありまして、なのでその手に持った時のなんていうかこの重量感というか、こういいもの持ってるなっていう感じもすごい使ってて気持ちいいポイントです。この M6TTL ってモデルは一般的に使われてる電子式シャッターじゃなくて機械式シャッターってのを採用してまして、それが何かっていうと、このシャッターをパッとシャッターを押すときに一切電気が動いてないんですよ。なので内側にあるゼンマイだったりとか、そういう仕掛けによってシャッターが押されてるっていうのが特徴です。こんな感じ でこの機械式シャッターのどういうとこがいいかっていうと、電気を使ってないので少し修理が簡単にできるんですね。普通の電子式シャッターだと内側のパーツが故障しちゃうと、もうそのパーツを交換しない限り修理ができないんですけども、機械式シャッターの場合はその内側を開けてオーバーホールとかしてあげれば、もう修理が結構簡単にできて、という意味でも割と数十年前のカメラでも故障とかの心配がなく使いやすいっていうのが機械式カメラの特徴です。さっきこの M 型ライカの特徴がレンジファインダーって言ったんですけども、このレンジファインダーっていうのはどういった構造かというと、普通の一眼レフってこうやってファインダーを覗いてこうズームとかすると、このファインダーの中の映像もズームされるじゃないですか。このレンズにここから入ってくる光をレンズを通してここで見るんですね。なんでこ
こで覗いた時に見える映像はこのレンズを通して見た景色が映ってるんですよ。ただこのレンジファインダーのカメラってのはここのレンズから見える景色が見えるんじゃなくて、もうここがこのファインダーが素通しのガラスになってるんですね。なのでここから見たものがまっすぐこう自分の目に入ってくるっていうような仕組みになってます。まあ、どういうことかっていうと、こう レンズの蓋を閉じてレンズの光が入らなくしてもこう覗くと、ほら僕の顔がそのまま見えるんですね。っていう風にこの素通しでそのままこの先を見る、僕を見るっていうようなファインダーになってます。そしたらここの素通しのファインダーでどういう風に例えば遠くのものを撮ったりとか構図をどう選んでいくかっていうと、覗いてもらったら分かるんですけども、このレンジファインダーの素通しのガラスの中に白い線が入ってるの分かりますか？これがブライトフレームって言って、この白い線の内側が写真として写りますよっていうような一個の基準の線なんですね。でこのレンジファインダーのどういうところがいいかっていうと、ブライトフレームっていう写真で写る範囲の外側が見えることですね。なのでこう外側の景色から自分はどこを写真として残そうかっていうのを切り取るイメージで写真の撮影ができます。他にもこのフレームの外から人が例えば歩いてきたというのがフレームに入る前に分かるので、この人が一番最適な場所に来た瞬間にシャッターを押そうとか、撮影前にいろいろ考えることができるのがレンジファインダーの特徴だと思います。こう今映ってる景色の中からブライトフレームで白い範囲を内側を写真として撮影するってものなので、より世界を切り取ってる感覚というか、スナップとかこう風景があってその中の一部を写真として収めるみたいな時に向いてるカメラと言われてます。例えばそのレンジファインダーの特徴をうまく使った写真がこちらで、この写真も左側から車が入ってくるその瞬間を真ん中で収めたんですけども、真ん中に入ってくる瞬間ってすごくこの車も走ってるので速くてわからないんですね。ただそのレンジファインダーでフレームの外側でいつ車が入ってくるかっていうのがある程度予想できたので、一番真ん中に来るタイミングを見計らってシャッターを押せたっていうような、レンジファインダーの特徴がうまく活かせた写真かなと思います。こういう風に M 型ライカのこのレンジファインダーっていうのはきっちり写真を作品として作り込むっていうのは少し苦手なんですけども、スナップ撮影って言われる街を歩いてて面白い光景を撮ったりっていうような撮影には非常に向いてるファインダーの形式だと思います。他にもライカの M6TTL には露出系が内蔵されていて、この白い部分で外側の光を受け取って今の設定が明るすぎるのかとか暗すぎるのかっていうのをファインダーの中で、この中で教えてくれます。露出系のおかげで露出の失敗がすごく少なくて、初心者の人でも扱いやすい M 型ライカっていうふうに言われてます。この露出系が載ってる M 型のフィルムライカって、この M6 の他に M5 っていうものと M7 っていうのがあるんですね。なんで M567 の3つが露出系が載ってるフィルムカメラなんですよ。その中でも僕はこの M6 を選びました。僕がぜひとも味わってもらいたいのがこの M 型ライカのシャッター音なんですね。 M 型ライカってシャッター音がすごく上品で、こう撮ってる間にどんどんシャッター音で自分の写真欲が上がってくるというか、そういった気持ちにさせてくれるシャッター音なんですね。ちょっと実際に聞いてもらうのが早いと思うのでちょっと聞いてほしいんですけども、こうやって巻き上げてシャッターを切ります。こんな音ですね。でこれ面白いのがシャッタースピードによって結構シャッター音が変わるんですよ。今これ1000分の1シャッターを切りました。で例えば60分の1シャッターを切ってみます。こんな音ですね。で次にちょっとロングシャッターで4分の1のシャッターを切ってみます。この時が面白くて、こういう風な音がするんですね。このシャッター音がすごく気持ちよくて、むしろこのシャッター音が聞きたいから写真を撮ってるみたいなところまであると思わせてくれるぐらい聞いてて心地いいシャッター音なんですね。 M 型ライカは操作フィーリングもすごく良くて、まあフィルムの巻き上げレバーの音とか感覚、このシャッター音、このシャッタースピードダイヤルのクリック感だったりとか、こういう操作一つ一つがすごく心地よくて使っててすごく気持ちいいなと思って、もっともっと写真を撮影しに行きたいなと思わせてくれるカメラです。
というわけでここからは実際に僕がこのライカ M6 を使って撮影した写真をいくつかご紹介したいと思います。フィルムカメラってすごく古いイメージがあると思うんですけども、まあ、そんなフィルムカメラでもこういう写真が撮影できるのかっていう風に参考にしてもらえると嬉しいです。こちらが六本木ヒルズの最上階にあるスカイデッキ展望台っていうところから撮影した写真です。この日はすごい運よく青空と雲がいい感じで開放感な写真が撮影できました。次がこちらで歩いてる人のシルエットが面白いなと思って撮影した1枚です。 M 型ライカはオートフォーカスとかは一切使えないのでマニュアルでフォーカスを合わせるんですけども、これももうさすがに歩きながらだとフォーカスが合わせられなかったので、このいい瞬間を通るのを待って撮影しました。これは大阪の梅田で撮影した1枚ですね。この奥の静止している人形と歩いてる人のスピード感の違いが面白いなと思って撮影しました。結構夜遅かったので15分の1ぐらいのスローシャッターで切ってます。これは青森で撮影した夕焼けの写真ですね。友人がちょうど夕焼けを撮ってたので、その友人と夕焼けが一直線になる場所を探して撮影しました。これも青森の旅行中の宿舎の玄関の前で撮影した1枚ですね。ちょうど夕方だったので、この塀のシルエットがかっこよく伸びてて、そこに落ち葉が交差してるのが良くて撮影した1枚です。これも青森の十和田湖で撮影した1枚ですね。朝6時ぐらいの写真でまだ朝もやが出てる中なんですけども、ご友人とちょっと早起きして撮影した1枚です。色合いがすごく幻想的な1枚で、リフレクションもうまく入ったので気に入ってる写真の1枚です。これはバンコクの歓楽街を撮影した1枚ですね。車のヘッドライトがちょうど歩いてる人とうまく重なったので撮影しました。これが1枚目に見したスカイデッキから撮影した東京タワーです。六本木のスカイデッキは本当に撮影場所としておすすめなので、ぜひ写真が好きな方は行ってみてください。はい、ということで僕の愛用しているこのライカ M6 っていうカメラと、このカメラで撮影した写真をちょっとだけご紹介しました。こういう風に動画でフィルムカメラをご紹介したのも、やっぱりフィルムカメラって初めはすごくハードルが高いと思うんですね。で、僕も初めはそうだったんですけども、始めるとこれがすごく楽しくて、もっとフィルムで写真撮る人が増えてほしいなと思って今回動画でご紹介しました。フィルムカメラはやっぱりこう自分で値とかを操作しながら一枚一枚大切に撮影するっていう感覚だったりとか、撮影したものをお店に現像に出して帰ってくるのを待ってる時のワクワクだったりとか、写りも本当にまあしっかり写ればフィルムで撮ったかどうか分かんないぐらい繊細に写るので、そういう風なアナログ感が楽しいと思える方にとってはフィルムカメラすごくハマるんじゃないかなと思います。で、僕はもうここ半年ぐらいでフィルムにハマって、もうそれ以来はずっとフィルムで撮ってるぐらいフィルムにめちゃめちゃハマってます。ということで皆さんぜひフィルムカメラ始めてみませんかっていうような動画でした。はい、ということで本日の動画はここまでです。少しでも参考になったなっていう方は動画の高評価とかチャンネル登録もぜひしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。